日本東京都北区、都島豊島は東京都北区の町名。現行行政地名は都島1丁目から都島8丁目。郵便番号は114-0003。東京都北区の俗に言う天狗の花の部分にあたる。王子、神谷、堀船、足立区に行った宮城と隣接する。町内には荒川、隅田川が流れる。 豊島5丁目には昭和47年頃から現在の都市再生機構によりおよそ5000個の豊島5丁目団地が建設され現在も当時の建物が残る。豊島4丁目には工場や物流施設が並んでいる。2003年には日本油脂用事工場跡地を都市再生機構が取得したが大沖新類の土壌汚染が確認され跡地開発は一時中断。 裁判の後2014年4月には和解が成立した。その後2017年に商業施設と共同住宅が建設された。住宅地の地価は2018年1月1日の工事地価によれば、豊島3路3の14の地点で38万8000円平方メートルとなっている。武蔵区に豊島郡の中心部であった地であり、 平安時代頃より当時この地を治めていた豊島市の発祥の地とされている。現在の豊島七丁目の清光寺には、豊島市の武将の一人である、豊島清春の墓がある。1871年11月14日に、浦和県から東京府に編入された。1889年の町村西出港時点では、北豊島郡大子村大和豊島であった。 大技の時代の小技には、砂田、静止前、西、馬場、中都島、須賀、宮の前、原、下道、両家、築地、飛び地があった。1908年8月8日、王子村は調整志向し王子町になる。大技と島あざ築地には王子産業地と呼ばれる産業地があり、築地通り近辺には映画館もあり栄えたが、これが、 現在の築地商店街である。王子町は1932年10月1日、東京市へ編入され、王子区へ移行し、大技豊島は豊島町となる。1939年に豊島町全域に堀船1丁目の一部を加えて、豊島1から8丁目となった。1943年7月1日、東京都王子区島となる。 1945年2月19日、空襲により、豊島地区は壊滅する。第二次世界大戦後の1947年3月15日、大地区は、滝野川区と合併式宅が成立する。1950年、駅近隣の路地に特殊飲食街が立ち始める。東京都建築局から無届建築として、中止命令をかけられたが、命令は、 無視されて少なくとも5県が完成、営業を始めた。地域では、特院外建設反対規制同盟を、結成、反対運動を続け数年で撤退に追い込んだ。1966年に住居表示により、豊島一から八丁目全域と大二2.3丁目の一部を、合わせて、現在の豊島一から八丁目になって、現在に至る。都島五丁目団地世帯数と人口は、 以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に鉄道は走っていないが、徒歩圏内に王子駅、王子神谷駅が存在する。かつては国鉄須賀線の須賀駅があったが、1971年に路線と共に廃止された。バス停道路、橋梁。ありがとうございます。